低医能手術科の脳の生体組織、診断生体組織診断は、病変部位の組織を採取し顕微鏡で、病変部位を観察することによって、病気の診断、または、病変の拡大の程度を調べるために有用な、臨床検査の一つ。死者を解剖する、病理診断を冒険というのに対し、生体組織診断は、生体から検体を採取する方法であることから、 政検とも言う。また、政検組織に、バイオプシーとも呼ばれる。一般に、内臓の場合は、針を刺して、組織を採取する。針政検は、肺、腎臓、肝臓、前立腺、骨髄など、核臓器で、病気の診断のために行われる。病変の採取のためには、エコーなどを併用して、適切な部分を採取することも重要である。骨髄性検は、 骨髄選手を使用した細胞診と併用して行う。胃大腸の組織採取は内視鏡を利用して行われる。リンパ節制限は炎症性疾患や主要のリンパ節転移を目的に行う方法で表層のリンパ節を手術主義で採取して標本を作成する。皮膚疾患では穴の開いたパンチなどで病変部を採取して標本を作成する。 悪性国触種では、切除範囲決定のためにセンチネルリンパ節制限も行われる。また、表層の血管炎の診断もパンチ制限が有用である。筋肉疾患では皮膚を開き筋肉組織の一部を露出させてから採取して、標本を作成する。得られた組織をスライス、固定する。染色は、ヘマトキシリミエオシン染色を行うが、それに合わせて、 診断のために特殊染色を追加して行うこともある。腫瘍の範囲、大きさの確定のためには、スライスする部分を多くして、検査を試みる。AB 田村光一、図解入門よくわかる、病理診断学の基本と仕組み、2016年、13ページ。ありがとうございます。